岩本栄之助岩本栄之助4月2日大正5年10月27日は、大阪の株式仲外人。大阪市中央公会堂の寄付者として知られる。大阪の両外商、岩本商店を営む岩本映造の次男として、大阪市南区安藤寺橋通り2丁目に生まれる。私立大阪商業学校、大阪木子学校及び、明状外国語学校で、商業学及び、 外国語を治める。日露戦争に出征して、陸軍中尉となり、外戦後、17位に女子訓録等単行局実証を授けられる。溶接した兄に代わり、明治39年4月に、父、映像の家督を相続し、株式仲買人となる。明治40年の株式市場の大暴落時に、野村徳七ら大阪株式取引所の中買人らの訴えで、 全財産を投じて、市場を買い支え、北浜の仲買い人らを救う。その格好たる信念と、信念を曲げない、勇猛心で、株式会に認められるところとなる。また、学問せな、あかんが、口癖の江の助は、取引所で働く少年たちのために、学校に行くように進めるとともに、資材を投じて、塾を作るなどし、ますます人気が出ることとなり、 北浜の風雲時と称えられる。明治42年に財界が結成した、都米実業団に加わり、渋沢栄一らと共に、アメリカ合衆国を視察する。その際に、米国にお手不合が公共事業に財産を投げ、自手講習の便利を図りごとりまたは、事前事業に農区遺産を分譲せる実況を、目撃して大に感激し者半寄付の決心を、してとの思いを抱く。 その視察中に、父、映像が病死したとの知らせを聞く。その供養も兼ねて、明治44年3月8日に、大阪市に、金100万円を寄付するとの発表を行う。その時にはまだ寄付の内容は決まっておらず、最終的に、桜並木、育成資金、公会堂の3案の中から検討を重ねた結果、市民の誰もが利用できる。 中央公会堂を建設する案に決定する。同年4月12日に高崎親商大阪府知事、植村俊平大阪市長などと建設方法について話し合いを行い、一旦財団法人を組織してすべてを委託し、春光後市に寄付することとする。同年5月11日に財団法人組織許可申請を内務大臣宛てに提出し、同年8月4日に許可。 同年10月2日に寄付金が財団法人公会堂建設事務所に引き継がれる。財団法人の建築顧問として建築会の大御所、辰野金吾を迎える。定組織は大正4年10月8日に行われた。栄之助は明治45年から大正3年まで大阪株式取引所仲買一組合の委員長を務め、大阪伝統株式会社に大阪市が買収。 現在の関西電力の前身の一つの常務取締役も務める。その後、大正5年に第一次世界大戦の異常景気で大衆の会が殺到する中、大衆いの場合は逆を取れとの格言により、栄之助は売りに回る。しかし、相場は下がらず、栄之助は苦境に陥る。相場で大損失を被った栄之助は、大正5年10月22日、 岩本商店のすべての使用人と家族を、京都の宇治へ、松竹狩りに出した後、自宅の離れ屋敷に入り、陸軍商工時代に入手した短銃で陰工部を斜めに打ち抜き自殺を図る。左手には愛用の菩提寺の呪図を握っていたという。その5日後の同年10月27日営民。去年39。自勢の句、この秋を、またで散りゆく紅葉なり。 大阪市中央公会堂その後も大阪市中央公会堂の工事は続けられ、大正7年10月末に竣工同年11月17日に落成報告祭が行われた。現在、大阪市中央公会堂地下1階には岩本記念室が設置され、銅像と遺品が展示されている。また、阪急宝塚線池田駅前に所有していた別邸は、 太平洋戦争後に不死を温泉の旅館が買い取り、移築したものが現存する。岩本を主人公にしたミュージカル愛の降る街が2003年以降上演されている。ありがとうございます。